ひなちゃん。ひなちゃん。よう寝とったな。起きたな。ちょっと寝ぼけとるな。今日はですね、パグというか、犬って言った方がいいかもしれないんですけども、ダメなしつけの仕方を簡単ですけども、ちょっとお話できたらなと思っております。結論を先に言うとですね、おやつで何でもかんでもするっていうやり方はちょっとどうなのかなっていうふうに思ってます。おやつをあげるときと叱るときと褒めるときのメリハリがやっぱり一番重要なのかなと思います。簡単ですけども少し具体例を何点か挙げてみようと、お話してみようと思います。犬を飼っているとですね、よくあることだと思うんですけども、例えば宅急便屋さんとかですね、郵便屋さんが来られた時にピンポンってチャイム鳴らされたらですね、ワンワンワンと結構吠えてしまう時があるかもしれないんですけども、そういう時に餌を渡してですね、黙らせる、これは多分ダメだと思います。吠えると餌をもらえるっていう風に認識してしまうので、多分ダメなやり方の一つかなと思います。それからですね、例えば何かに興奮してしまってですね、それをなだめるためにおやつとか餌で釣るとかいうのも、これもちょっとどうかなと思います。先ほども申し上げました通り、興奮して餌をあげると餌をくれるっていうふうに認識してしまうので、これもダメなしつけのやり方の一つかなと思います。それとあと褒めるっていうことに対しての効果的な方法として、例えば赤ちゃんパグとかですね、犬全体かもしれないですけど、トイレの時ですね、欲してほしいところにトイレをした場合は本当にわーって褒めてあげてほしいです。まあ、時間はかかるかもしれないんですけど、あ、ここでトイレをすると飼い主さんが喜ぶなということで、そこにトイレをしてくれるようになると思います。逆にトイレをして欲しくないところにしてしまった場合、叱るとですね、これも一つ叱るのも手なんですけど、あまりやりすぎるとですね、萎縮してしまってちょっとあちこちしてしまうパターンになる子もいます。あまり叱るというかよりかはですね、褒めるっていう方向でしつけをする方が多分いいと思います。以上簡単ですけども、久々にちょっと解説動画かなみたいなのを撮ってみました。ひなちゃん、ひなちゃん、今日もお利口さんしとってくれとったなねえ。ひなちゃん、おててがかわいいね、いつも隠しとるもんね。今日もありがとうね。な、終わろうか。今日も終わりよ。終わり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 。